いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2009年式ランボルギーニガヤルド LP5604 をご紹介させていただきます。まず外装面の状態ですがフロントに下すりフロント複数箇所に飛び石フロントガラスに飛び石右リアアルミホイールにガリキズ 右、リアフェンダーに1000キズがございます。走行距離約2万5000キロ走ったお車です。ボディカラーはネロノクティス。インテリアはブラック、レッドのコンビレザーとなります。ベイビーランボの愛称で大ヒットとなったガヤルドですが、ベイビーとはいえ190センチを超える横幅と立派なボディサイズに V10 エンジンを搭載し、圧巻の走行性能を発揮。魅力あふれる1台をぜひお楽しみください。 エンジンスペックに関しましては 5.2LV 型10気筒エンジンを搭載最高出力560馬力を発揮しますヘッドライトにはキセノンが採用されており夜間走行時の視認性も高く安全にお乗りいただけますアルミホイールは19インチアルミホイールを装備しております続きましてトランクスペースの紹介です収納スペースはフロントへ配置お手荷物を収納するには十分なスペースを確保しております 続きましてインテリアのご紹介です。インテリアはブラック、レッドのコンビレザーシートとなります。運転席、助手席、ともに若干の使用感がありますが、大きな破れ、擦れがなく、良好な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングを採用。パドルシフトにてダイレクトな変速が可能となり、スポーティーな走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションはカロッツェリア製 HDD ナビゲーションを装備。バックカメラを装備しておりますので、 バックカメラにて後方確認を行い、安全に駐車していただくことが可能となります。シフトに関しては、6速のオートマチック、E ギアを採用。センターのスイッチにて複数のモードを選択することが可能となります。フロント両席にはシートヒーターを装備しております。今回は2009年式、ランボルギーニガヤルド LP5604 をご紹介させていただきました。E ギアの改良に加え、足回りなどの改良を加えたマイナーチェンジを行ったガヤルド。 モデル名の通り560馬力を発揮する V10 エンジンに4輪駆動を組み合わせ地を這うような安定した走行性能を発揮カーボンブレーキや19インチアルミホイールと豪華オプションも多数装着したおすすめの1台をぜひお楽しみくださいお探しの方はお早めにご検討いただきお気軽にお問い合わせご来店お待ち申し上げておりますよろしくお願いします